午前10時30分の開店とともに多くのお客さんでにぎわっています。今日から丸い今井で始まった全国うまいもの大会。全国各地の名店が第1弾第2弾合わせて80店舗も出店する札幌最大級のグルメイベントなんです。目の前で実演してくれています。たこ焼きです。美味しそうですね。何年ぐらいやられてるんですか？もう90年になります。はい。大阪でたこ焼きを発祥させた最初のお店でございます。あ、発祥させた。はい。こだわりはどういったところですか？だしでしっかり味がつけてまして、何もつけんでもそのままで美味しい。いただきます。カリッカリ、中とろっとろ、鼻に抜けるこのだしの香り、ソースがいらないです。本当に。続いては有名なこの地雷屋さん。あ、今まさに目の前で作ってくださってるのが名古屋名物の天むすと呼ばれるおにぎりで、エビの天ぷらの衣の味付けになりますかね。醤油味をベースにしてるっていうのが可愛らしいですね。このコロッとしたサイズ、そして持った瞬間ふっくらふわふわ。口に入れてもお米がほろほろ届いていくんですよ。そしてその中に入っているエビ天のプリップリ具合、一つでまさに天ぷら定食楽しんでいるのが分かりますね、はい。この大きな角煮、そして大根に卵、美味しそうですね。お店は何年ぐらい？30年ぐらいですか。ああ、長いですね。でもね。いやいや、まだなんですか？駆け出しですよ。いや。特にこだわってる部分とか。油抜きを3時間から4時間。角煮なのにじゃあさっぱり食べられるというか。そうです。米沢牛のお店です。いや、もう美味しそうなお肉ずらーっと並んでますね。お店で一番人気となるのが米沢牛だけで作ったスペシャルメンチ。こちら 100% なんですね。そうですね。いただきます。衣サックサクサクで、サクサクが多すぎました今。肉質をしっかり味わっていただくために粗挽きにしております。またまた目を引くものありました。うわ、これ骨付き鶏ですか？そうです。香川の名物で、うどんに続く名物で。へえ。ひなが柔らかジューシー。親が結構噛み応えがしっかりしてまして。ちょっと私の顔が大きすぎてわかんないですけど、本当に顔と変わらないぐらいの大きさですよね。いただきます。プルプル。今歯がいらなかったです。そしてこの油の旨味がすごいですね。そうですね、はい。まさに柔らかくてジューシー、食べやすいです。牛タンです。ここにも美味しそうなお肉ずらっと並んでまして、牛タンといえば、はい、宮城県でございます。宮城県仙台ですね。はい、一番日本海おすすめこちらのですね、盛り合わせの牛タンのお弁当です。牛タンが4本、はい。そしてソーセージに。ハラミですかこれ？はい、ハラミも入っております。うわー、美味しそう。この紐を引っ張ってしばらく経つといつも温かいお弁当を食べていただける。なるほど。じゃあどこでも熱々出来たてを食べられるような感じですね。はい、そうですね。しょっぱいものだけではありません。スイーツもたくさんあるんです。こちらは東山茶寮、美味しそうなスイーツ並んでますね。ありがとうございます。富士抹茶、新茶だけで作ったお店になりますね。なるほど。京都府内で採れた天茶を石臼挽きでひいた、かつ一番茶であるっていうのが大事なところですね。はい。中でもおすすめはどれですか？富士抹茶ラテ。富士抹茶ラテ。はい。おお。めっちゃ抹茶めっちゃミルクの甘みの中に負けないぐらいの抹茶の風味、そしてこの抹茶アイスのね、甘さというものも相まって、いやー、癒されますね。スイーツコーナーで行列ができているんですよ。ここ中華ぬれというものを出しているそうなんですが、中華ぬれってどういう食べ物なんですか？まずはシュークリームです。カヌレではなくシュークリームでして、カヌレ型を使って焼き上げたシュークリームなので、ちょっと見た目としてもね、非常に可愛らしい、そんなシュークリームを今回ご紹介しております。季節限定シャインマスカットの乗った中華ヌレ、いただきます。シュークリームの生地のふわっとした感じと、あとはカヌレのもちっとした感じも中の生地で感じられるんですね。食べ応えもありますし、美味しいですね。新しい食べ物です。